よし、任せておけ。贅沢そうな部屋ですね。さすがにあの議長さんの部屋ほどではありませんが。まああれと比べたらな。で、あ、ティオスケ、迂闊だろう。何を今さら焦っている。シュバルツオークションについての経緯などとっくに聞いている。一家としては長年狙っていた獲物を横取りされた気分だがな。それはともかく、やはりここが会長室みたいですね。どうやらルバーチェ商会の中は一通り調べ尽くしたようですが。ああ、結局マフィアは一人も残っていなかったし、何か手がかりがあるとしたらこの部屋以外にもありえん。時間が惜しい。全員で手分けをして調べるぞ。はい。さぞいろいろなものが見つかりそうですね。ここにあるのは密貿易に関するファイルか。おおよそ把握してたとはいえ、ここまでの規模だったとはな。正式な令状があれば確実に禁錮100年は食らわせてやれるのに。例のシュバルツオークションの目録があるわね。入手経路から落札者に至るまで詳細にまとめられているけど、あの怪盗 B が盗んだという希代の名画まで扱っていたなんて、これが公になったら周辺諸国でも大騒ぎになりそうだわ。クロスベルの製材会との贈収賄リストがありますね。例の議長さんだけでなく、帝国派議員、局長クラスの役人、逆にいくつかの企業からは暴力でトラブルを解決することで多額の謝礼を受け取っていますね。武器の密輸ルートに関するファイルがあるな。俺の知ってるルートもほぼ網羅されてある。ガルシアのおっさんの両兵時代の人脈ってところかね。ピッキングツールで解除するのは難しそうだな。となると部屋の中を探してみるか。さすがに高そうな酒ばっかりだけど、ひょっとしたらビンゴ。手下たちが間違っても触れそうにはない場所。ま、定番の隠し場所だよな。よし、開いたか。いくつかファイルがあるけど、どれどれ。あった。やはりマフィアが薬物を。そしてグノーシス、一体どういう関係が。あれ、宝箱の隅に何か。警察の。え、失踪した市民たちは全てリストに記載されていた。これでマフィアが薬物を広めた裏付けは取れたわけだ。そして例の教団が作ったというグノーシスとやらか。一体どうしてマフィアがそんなものを。入荷リストによると何者かの提供を受けているのは間違いなさそうだけど、やはりその人物が教団関係者なのかしら。
間違いないだろう。書類によると数年前から付き合いのある人物みたいだな。軍用犬に薬物を投与して簡単にコントロールする技術なんかを提供していたらしい。なるほど、軍用犬を訓練するのは両兵団でもかなりの手間がかかる。あれだけ大量に使ってたのはちょいと違和感があったんだが、全てはその教団関係者が協力していたというわけだ。しかし一体何者だ。やり取りの頻度から見てクロスベルの人間であるのは間違いないようだ。わかりません。ですが失踪者たちの行方もマフィアたちの不在の理由も全てはその人物が握っているのではないかと思います。私も同感です。おそらくあの青色の錠剤は数年前に使われていた、その人物が完成させてマフィアに提供したのでしょう。ティオちゃん大丈夫だ、俺たちがついている。もう二度とティオに悪夢は見させない。ロイドさん、まあどうやらぶちのめすこと確定の外道みてえだしな。しかしそうなるとどう炙り出すかが問題か。そうね、人手が圧倒的に足りないわ。消えたマフィアへの対処と失踪者の捜索に加えて空港の爆破予告もあるし、上層部の圧力がなかったらなんとかなったんでしょうけど。まさか警察局長までには完全に取り込まれていたとはな。そうでなければ全警察を挙げた対策本部を設立できたものを恥を知るがいい。警察の辛い恩師が。ダドリーさん、提案があります。遊撃士協会に協力を要請しませんか。その手があるじゃねえか。バカなことを言うな。そんなことをしたら警察内部の恥をギルドに暴露することにも。仕方ないでしょう、警察全体のツケなんですから。見て見ぬふりをしていた俺たち全員の責任です。恥くらい甘んじて受けるべきではありませんか。確かにこうしているうちに失踪者たちがどんな目に遭っているか分かりませんし、消えたマフィアどもが何をしでかすかも分からねえよな。もう対面を気にしている場合ではないと思います。セルゲイさんもとんだ部下どもを集めたものだ。いいだろう、ギルドとの交渉はお前たちに任せた。私は私で上層部の目を盗んで動ける人間を一課から確保しよう。場合によっては二課からの協力も得られるかもしれない。ダートリーさん感謝します、引き入れてくださって。勘違いするな、現状ではそうする以外選択肢がないというだけだ。それよりもバニーさん、そのバッジのことはいいのか。傷ついた警察気象。本当にお前の兄貴のバッジなのか。ああ多分そうだと思う。ティオも見覚えがあるんじゃないか。はい、多分例のロッジ制圧の時についた傷だと思います。勲章だって言ってました。道理でうるさく言っても新品と交換しなかったわけだ。ダドリーさんは兄貴と同僚だったんですよね。兄貴が捜査一課に移ってから。まあ正直一課の水には全く合わない男だった。強引かつ無鉄砲、独断専行ばかりが目立って、私とは特に反りが合わず事件をめぐって衝突ばかりしていた。だが優秀な捜査官だったのは一家の誰もが認めていた。もちろん私も含めてな。ダドリーさん、奴が殉職した時私たち一家の人間の喪失感は
予想以上のものだった。そりは合わなかったが、どこか奴の破天荒な行動力に期待していたところもあったんだ。必死になって犯人を探したが、結局手がかりは見つからず、すまない。お前には辛い思いをさせたな。よしてくださいよ。単独捜査をしてた兄貴にも問題はあったみたいだし、そんな風に兄貴の死を受け止めてくれていただけで。そうか。しかしここに来て改めて容疑者が浮上したわけだ。もちろん当時からもその可能性は疑われていたが、これでやっとお前も兄の無念を晴らすことが。いえ、今は兄貴のことはいいんです。それよりも解決しなくてはいけない問題が、いや、それを片付けてから考えます。ロイドさん、本当にもう生真面目なんだから。まあ、それがこいつのこいつたるゆえんだろう。わかった。それでは今はお互いやるべきことをやるとしよう。あの尺に触るくらい破天荒で前向きだった男に負けない。はい。さすが皆さんです。はい、お疲れ様でした。ふーん、なるほど。お兄さんたちもやっとそこまでたどり着いたみたいね。出席者も揃って招待状も届けられた。これでパーティーの準備は全部整ったのかしら。先にお兄さんを見つけるのはエステルたち？お兄さんたち？それとも相変わらず全てが見えておるらしいな。自信過剰じゃないわ。レンに見えるのは絡まり合ったシステムだけ。お互い別々に作動するイングがこのクロスベルという場でどんな織物を編み上げるのか、それが見えるというだけよ。なるほどな。マフィアとレイの教団が何をするつもりかは知らんが、少々騒がしくなりそうだの。まあこれも自業自得、いや因果応報というものか。ええ、あの灰色の町が積み重ねてきた因果の報いというべきかもしれないわね。てっきり結社の関与もあるかと思っていたのだけど。この地は結社と教会の干渉地帯にもなっておるからな。王は騎士の活動を禁じ、名手は執行者を派遣しない。まあ、あくまで建前としてはだが。おじいさんの工房がある時点で怪しいものだけど、まさかクロスベルの動力ネットに介入できる変革システムまで用意してるとは思わなかったわ。おかげでレンも退屈しなくて済んでるけど。お前さんの役に立ったのなら用意した甲斐があったというものだ。あやつが押し付けてきた時にはぶち壊してくれようと思ったが。相変わらず博士と仲が悪いのね。13工房の管理者にして使徒第6中ノバルティス博士、精神のネットワークがあるのに今さらエプスタインの試験運用に何の興味があるのかしら。あや
奴のことだ。どうせろくでもない企みのために役立てようと思っとるんだ。まったく、開発途中の実験策を適当にばらまきよった。お兄さんたちが戦ったあの赤い武者さんね。モニターで見た限りではなかなか優秀な子みたいだけど。やはり自律的な状況判断と柔軟な行動選択に難ありだな。なかなかお前さんの相棒のようにはいかんさ。でもレンがここにいるのは博士も気づいているんでしょ。レンはともかく彼について何も言ってこないのかしら。今のところはだんまりだな。どうやら新しい機体の開発に熱中しておるようだな。まあ課題だった姿勢制御と関節部分の構造強化も完了した。あやつに余計な口を挟ませる隙は見せんさ。ありがとう。これでやっと最後の賭けが始められるわ。そんな顔しないで。人形繰りを教えてくれたり、偽物の人形さんを作ってくれたり、こうしてかくまってくれたり、おじいさんには感謝してるわ。なに、大したことはしておらんさ。それよりも今日は忙しくなるのだろう。少々早めだが午後のティータイムとしよう。今日は長い一日になるわ。多分この実習が始まって一番長い一日にね。なるほど、そんなことになっていたとは。失踪者の噂についてはこちらも掴んではいたけど、今回は完全に出遅れちゃったわね。しかもよりにもよってあの教団が出てくるなんて。そのアリオスさんも6年前の教団事件に関わっていたんですよね。残党が残っている可能性はどのくらいあると思いますか？そうだな、確かに全てのロッジは制圧されたが、地下に残党が潜った可能性はありえる。犯罪組織などが手を貸せば潜伏は非常にやりやすくなるだろう。まさにルバーチェなんかうってつけの隠れ蓑だったわけか。でもどうしてそんなリスクの高いことを。計算高いマルコーニ会長にしては少し違和感を感じますけど。確かにあの教団の残党をかくまったりしていると分かったら放っておかないところは多いはずよ。うちはもちろんだけど、教会とか例の結社とかもね。となるとまだ見えていない事情が存在しているんでしょうか。ああ、しかしそれを確かめている余裕はなさそうだ。今は手分けしてマフィアと失踪者たちの行方を追うべきだろう。おそらくそれが教団の残党の正体をあぶり出すことにもつながるはずだ。あの、それでは協力体制を結ぶってことでそっちもいいのかよ。ええ、こちらも依存はないわ。市民から失踪者が出ている時点で私たちは無関係ではいられない。それに薬物被害についてもね。助かります。どうかよろしくお願いします。あ、こちらこそ。そうと決まれば役割分担を決めておきたいところだが、
エステルたちはともかく、他のメンバーはどうしている？幸いスコットとリンたちにも緊急の仕事は入っていないわ。エステルちゃんたちを含めたら総勢7名は確保できるわね。よし、全員に招集をかけてくれ。今日中に目ぼしい場所は回れるようにしておきたい。オッケー、それじゃ連絡してくるわね。相変わらずのフットワークの良さですね。それが俺たち遊撃士の最大の強みでもあるからな。そういえばセルゲイさんはこのことを了解しているのか？ええ、協力体制についてはすでに許可をもらっています。アリオスさんによろしくと言っていました。そうか。そのアリオスさん、警察にいた頃は課長の下で働いていたんですよね。俺の兄貴と一緒に。ああ、セルゲイさんと俺とガイ、たった3人で捜査1課以上の実績を打ち立てた警察史上最高と謳われたチーム。だが5年前、俺が一身上の都合で警察を辞めてからチームは解散した。セルゲイさんは警察学校に移動し、ガイは捜査一課に移り、その2年後ガイは殉職を遂げた。俺が警察を辞めなければ。うろ、そんなことを言うつもりはない。俺は俺の事情と決意を持って警察とはたもとを分かったからだ。だがそれでも未だに思い出すことがある。あの輝かしい日々を、癖の強い上司と破天荒な相棒と共に過ごした歳月のことをな。だから正直お前たちが羨ましいくらいだ。な天下の風の牽制にそんなことを言われるとはね。どちらかというとギルドの風通しの良さが羨ましいくらいですけど。警察には警察の、ギルドにはギルドの役割がある。いかなる権力にも屈せず、権力という矛盾を抱えながら、お前たちが感じてるであろう様々な矛盾や理不尽な状況、かつては俺も感じたものだが、今権力という矛盾を抱えながらも追求する正義。兄貴もそれを追い求めていたんでしょうか？ああ、俺はそう信じている。だからこそセルゲイさんも支援課の設立に尽力したんだろう。説教めいたことを言ったようだ。お前たちはお前たちで答えを見つけるといいだろう。多分あいつもそれを望んでいるだろうからな。はい。難しい宿題だな。ただいま。エステル、ヨシア、それにしずくちゃんも。あら、かわいい服を着てるわね。ありがとうございます。こんにちは皆さん。お邪魔しています。そうか、しずくちゃんは今日が外出日とか言ってたな。ああ、俺に急用が入ったので彼らが付き添ってくれたんだ。エステル、ヨシュア、面倒かけてすまなかったな。気にしないで、しずくちゃんと一緒にいられてすっごくラッキーだったもん。ほっぺがプニプニのところも存分に堪能させてもらったし。エステルさん、もうおじさんじゃないんだから。ところでミシェルさんから聞きましたけど、何でも警察と非公式に協力することになったとか。ああ、他の連中が集まり次第説明させてもらおう。ロイド、できればお前たちも同席してくれ。はい。
それでは、しずくちゃんは責任を持って預からせてもらいます。こちらは課長もいますし、頼りになる警察犬もいますから、どうか安心してください。ああ、よろしく頼む。しずく、いい子で待っていてくれ。うん、お父さん。その、お父さんたちも気をつけてね。ああ、心配するな。もう少し人手が足りてればよかったんだけど。全員捜索に出払うとなると、ここもちょっと不用心だからね。でもよかったんですか？俺たちの方からも捜索の人手を出した方が。ははは、気にするなって。そっちは病院の先生から成分調査の連絡が来るんだろ。人探しは自分たちに任せて、今後の状況に備えておくがいい。しかし警察の連中と協力することになるとはね。レミフェリアでは別に珍しいことではないけれど、よろしくお願いするわね、皆さん。いやあ、こちらこそよろしくお願いします。何かあったら遠慮なくギルドに連絡してきてちょうだい。こちらも何か分かったら支援課に連絡させてもらうから。それじゃあお互い頑張りましょう。ああ。いや、なんていうか、アリオスさんはもちろんですが、ホープのエステルさんたち、それ以外の人たちも全員かなり腕が立ちそうでしたね。どうやら全員 B 級以上のランクを持ってるみてえだが、若手の実力者があれだけ集まってる支部も珍しいんじゃねえか。それだけギルドもクロスベルという場所を重視しているんでしょうね。裏を返せば警察が動けない状況を見透かされてるんでしょうけど。なあ、こちらもしっかりしないとな。と、ごめん、いきなり変なこと言って。気にしないでください。お父さんが昔警察にいたのは私も聞いていますし、いろいろ複雑で難しい問題があるみたいですけど、でも今回は一緒に協力してお仕事をするんですよね。ああ、どちらかというと俺たちが助けてもらうんだけどね。さてと、それじゃあ支援課に案内させてもらうよ。手を引かせてもらっていいかい？ありがとうございます。そういえばキアちゃんいるんですよね。ええ、例のザイトと一緒にいるんじゃないかしら。しずくさんが遊びに来たら飛び上がって喜びそうですね。嬉しいな。よし、そんじゃ姫をエスコートして帰るとするか。先生、午後には連絡をくれるんじゃなかったのか？病院の受付に連絡したら、どうやら研究室に閉じこもって熱心に調べているらしいけど、薬の成分の解析に手こずっているのかもしれません。もしくはサボって釣りでもしているとか。さすがにそれはないと思うけど。なんだ、まだ例の先生からの連絡はないのか？ええ、何でも調査に熱中して研究室に閉じこもっているみたいで、こうなったら直接出向いた方がいいかもしれません。そうかもしれんな。
被害者が出ている以上、薬の成分は確かめておきたいところだ。ギルドからの連絡は任せて、急いで行ってくるといい。すみません、よろしくお願いします。そんじゃ、とっととバスでウルスラ病院まで行くとすっか。ええ、はい。あれ、結構並んでるな。この時間にしては珍しいわね。おかしいですね。ちょうど5分前に前の便が出たばかりのはずですが。そうなのか。うん。よ、そこの兄さん、ひょっとしてバスが遅れてんのかい。ああ、そうみたいだな。俺も20分くらい前から待ってるんだが、なかなか来なくってさ。困ったな。面会時刻を過ぎちまうよ。そっか。やっぱ遅れてるみてえだな。ひょっとしてまたエンジントラブルかしら。その可能性はありそうですね。はい、特務支援課ロイド・バニングスです。なあ、お疲れ様です。遊撃士協会の協力は無事取り付けることができました。マクレインに借りを作ったか。まあいい、連中ならば何らかの成果はあげるだろう。こちらはようやくマフィアどもの姿が消えた事実に上の連中が騒ぎ始めたところだ。だがまともに動けるにはもう少し時間がかかるかもしれん。了解しました。そういえば
今空港近くにいるんですが、爆破予告の方はどうなりました？そちらは完全にガセだった可能性が高いな。最新の動力探知機で空港内をくまなく調べたが何も出てこなかった。やはりマフィアの動向と何らかの関係が。今その線も探っている。ちょっと待て、空港の近くにいるそうだが、まさかそちらの方にまで首を突っ込むつもりなのか？いえ、実はこれからウルスラ病院に向かうんです。成分調査の連絡が遅れているので直接訪ねてみようかと。なんだ、まだ聞いていないのか。まったくこれだから心配は。その手の連絡は正確な時間を決めて迅速にだな。すみません。確か薬の成分が明らかになればこちらも上を動かしやすくなる。その医師とやらの働きには期待したいところだが、そういえば何という名前の医師なんだ？ああ、言ってませんでしたか。ヨアヒム・ギュンターといって神経科と薬学担当の准教授です。30代半ばくらいですけど、かなり有能という評判ですね。それなら少しは期待できるかもしれない。どうしました？ちょっと待て、それはメガネをかけた割とひょうひょうとした感じの男か？ええ、そうですけど、会ったこと、あの、ダドリーさん？会ったのは2ヶ月ほど前のことだ。アルカンシェルのプレ公演で市長を暗殺しようとした犯人、アーネスト元秘書の取り調べをしている最中にな。セルゲイさんから聞いたかもしれんが、アーネストは完全に錯乱していた。そこで仕方なく彼が以前から相談していたというカウンセラーをウルスラ病院から呼び寄せたんだ。それでようやくまともに事情聴取ができるようになったんだが。ちょっと待ってください。ひょっとしてヨアヒム先生がアーネストの？ああ、主治医というわけだ。その時はさすがウルスラ病院の医師だと感心したものだったが。わかりました。本人にそれとなく当たってみます。ああ、そうしてみろ。とにかく時間は有効に使え。どうしたの？変な話をしてたみたいだけど、あの秘書の人とヨアヒム先生が何か関係あるんですか？ああ。それは。ちょっと待てって感じだな。考えてみよう。あの時の秘書野郎の態度とバカ力はどう考えても。後院のガンツさんのケースとそっくりかもしれませんね。しかもその主治医だった人がヨアヒム先生というのは。ちょっと病院の受付に確認してみるわね。あれからヨアヒム先生がどこかに出かけていないか。ああ、頼む。話し中というわけでもなさそうだけど。遅れているバスに連絡がつかない病院、そして新たに判明した意外な人間関係ですか。さすがにちょいとばかりお膳立てが整いすぎてね。ああ、じきに日も暮れる。急いでウルスラ病院に向かおう。バスとすれ違ったら呼び止めてそのまま乗せてもらえばいい。